簡単折り紙、折り紙呼吸瞑想、今回が14回目ということで、今回はカラクルコースターを作ります。こちらです。はい。こちらを作っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。折り紙は魔法の紙です。一枚の折り紙から様々なものが作り出されます。何も考えずに今に集中することができて、出来上がると達成感があり、嬉しくて幸せになります。折り紙瞑想のメリットが、こちらです。はい、こちらです。手先を動かすことで脳に刺激が行き、脳活性化につながります。集中力がつきます。心の中を空、無にすることができます。折り紙に集中することでストレス解消につながります。はい、こちらのメリットがあります。はい、それではまず準備していただくものを確認していきます。15センチの好きな色の折り紙。今日はこちら。だって作ります。はい、それと、竹串か、竹串がなかったら、用紙でも大丈夫です。ご用意ください。それでは、早速始めていきます。少しお待ちください。はい、じゃあ始めていきます。まず、折り紙を1枚出して、裏返しにします。はい、裏返しにして半分に折ります。この角角を、こちらの角角に、息を吸って、角を角合わせて、ふー吐き出しながら、丁寧に折ってください。開きます。90度回転して、また半分に折りますね。息を吸って、この角角合わせて、吐き出しながら丁寧に折ります。開きます。はい。今度は三角に折りますので、この角をこちらの角に、息を吸って、三角に合わせて、吐き出しながら丁寧に折って、開きます。90度回転して、また三角に合わせて、息を吸って、三角に合わせて、吐き出しながら丁寧に折ってください。開きます。はい。裏返しにしてください。裏返しにして、この中、真ん中ですね。ちょうど真ん中に合わせて、息を吸って、真ん中に合わせて折ります。はい。このように折ったら、四隅みんな真ん中に合わせて、息を吸って、真ん中に合わせて、吐き出しながら、丁寧に折って、こちらも、息を吸って、真ん中に合わせて、吐き出しながら、丁寧に折ってください。はい、こちらも、息を吸って、真ん中に合わせて、はい、これが座布団折りになります。はい、それではこれを開いて、開いて、全部開いて、裏返しにします。裏返しにして、半分に折ったのをもう一度、ちょっと、半分に折っていただいて、この真ん中の線に合わせて、こちらをここに合わせていきます。息を吸って、中心線に合わせて、はい、丁寧に折ってください。反対側も、いきます。息を吸って、中心線に合わせて、はい、このように折りますね。そうしましたら、90度回転して、こう半分に折りますね。息を吸って、この角を角を合わせて、半分に折ります。はい。開きます。開いたら、この真ん中の線に合わせて、また、息を吸っ
で、真ん中の線に合わせて折ります。ですね。で、反対の、こちら側も、反対側も、息を吸って、中心線に合わせて、はい、このように折れましたでしょうか。そうしましたら、ここを開きますね。開いて、で、この間もこう開きますね。開いて、開いて、こちらも開いて、こうなりますね。こうなってたのを開いて、開いて、この折り筋にの通りに開いて、そして畳むと、折り筋通りに畳んでいただいて、この形になりますね。お家の形ですね。こちらも同じように開いて、ここを開きますね。開いて、開いて、ここですね。こうなってたのを開いて、開いて、そしてこのまま畳むと、はい、これが船の基本形になります。このようになると船になりますね。はい、できましたでしょうか。そしたら、ここを上に立たせて、全部4箇所、このように立たせて、そしてこの間ですね、この間、ここの間を指を入れて、また畳むと、こうなりますね。この間を開いて、畳みますね。指を入れて、畳む。はい。この間に指を入れて、場所同じように指を入れて、畳むと、はい、このようになります。はい。できましたでしょうか、ここまで。そうしましたら、この真ん中の中央、ここから、このように折るんですけど、このように。こっちも中心、対角線の中心にこのように折りますね。ですね。このように折って、これ全部4箇所同じように折ります。中心線に合わせて、吐き出しながら丁寧に折って、中心線に合わせて、はい、ここですね。わかりますか？見えますかね？こちらも同じように、中心に合わせて、吐き出しながら、丁寧に折って、中心に合わせて、で、最後、中心に合わせて、はい、全部で8回折りました。このようになりました。なりましたでしょうか。そうしましたら、竹串を用意していただいて、この間ですね、この間を竹串で開きますね、こう。開いて、広げて折りたたむんですね。このように。この間を竹串でちょっと開いて、指だとちょっとなかなか開かないので、竹串を使って開きますね。開いて、左手でちょんと折りたたみますね。その時に、この線とこちらの、この線ですね、この線。真ん中の中央線が、この上の中央の線と同じ、ここが、同じようになるように、合わせるようにですね、ここの線を合わせて折りたたんでください。はい、斜めにならないように折ってください。開いて折りたたみます。中央に合わせて、ここですね、ここがまっすぐ来るように。はい、全部で8箇所折ってください。開い
で折りたたみます。開いて、折りたたんで、開いて、折りたたんで、開いて、折りたたんで、開いて、折りたたんで。はい、このようになりましたでしょうか。はい、できましたら、この角ですね、この三角のここの角を。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、 SNS でのシェアもよろしくお願いします。